キュネオタッキーです。動画をね、立て続けにちょっと作ってるんですけども、ネタがね、たくさんあるんですよ。なんでかって言ったら、なんか最近ちょっとヤフオクが好調なんですね。ヤフオクが好調で、ね、開封動画とか、テストしたやつもね、まあどんどん上がってきてるんですけども、今週もね、ちょっとフィルムが3本も取り上がってしまって、で、来週もね、また開封動画が入ってくるんでね、ネタがちょっとありすぎるんで、まあ、どんどん動画を作りたい、どんどん、毎日でもね、アップできるぐらいのレベルになってきてるんですけど、まあ、動画を作る暇はないんですね。まあまあ、そんなわけで、何がそんなわけでかよくわかりませんが、今日はね、このカメラの紹介になってまいります。はい、これね、オリンパスのワイド E っていうカメラです。かなり古いカメラですよ。それではスタートしていきます。はい、このオリンパスワイド E というカメラね、このカメラもいつもね、紹介してるカズタカ様から提供いただいたカメラになります。発売がね、昭和32年ということで、1957年。今からね、63年前という古いカメラになりますね。で、まあ、ワイド E ってことなんですけども、35ミリです。当時はね、35ミリで十分広角だったんですね。レンズはね、D 随行のね、D 随行 WFC、35ミリの F3.5 っていうレンズが、ついておりますね。このレンズね、3群4枚。ということで、まあ、テッサーかなんかのコピーレンズになるんでしょうけどね。で、シャッターがね、コパル MXY かな、これ。うん、コパル MXY になるのかな。で、シャッタースピードがね、バルブ1秒、2秒、5秒、10秒、25秒、50秒、50、あ、ちゃうわ、25分の1、50分の1、100分の1、250分の1、500。これね、この古いカメラってね、500分の1の次が250分の1で、その次が100分の1になっちゃうんですね。半分になら、今のカメラだと125分の1、60分の1って言って半分になっていくんですけども、250の次は100分の1なんですね。この辺がね、ちょっと、使いにくいものにはなってきますけどね。で、まあ使いにくいものにはなると言ってもね、古いカメラとね、比べるとだいぶ使い勝手は向上しています。例えばこのカメラね、このカメラはね、オリンパス 354A か、というね、設計はね、もう戦前かな。で、発売が、オリンパス35の1型が、昭和23年に発売になったやつなんですけども、一応ね、シャッターとそのボディ側の連動を着てるんですけども、これね、これ、シャッターチャージが必要なんですね。ほんで、シャッターチャージして、こっちでシャッターを切るという構造なんですけども、これ昭和28年ぐらいまで売られたカメラです。で、こちらもどうかっていうとね、もうぐっと進んでます。シャッターチャージはで、もうね、巻き上げレバーになってますし、ダイヤルじゃなくてレバーですね。で、もうシャッターチャージはこの巻き上げることによって自動的にチャージされて、で、あとはシャッターを切るだけ、ということになりますね。で、シャッタースピードはね、マックスで500分の1、なんですけども、僕のやつはね、もうバネが弱ってるのか300ぐらいでしか切れてないみたいですね。それでね、作例を見てもらいましょうか。今回のね、作例は、ケントメア400で撮りました。ちょっと開放 F 値がね、暗いんで、400の方がいいかなと思って、で、撮ったんですけど、結構ね、強い光の下で撮っても破綻しませんし、シャープネスも素晴らしいですしね、周辺原稿もね、ほとんど見られない、かなりいいレンズだと思いますね、このレンズ。今のレンズと比べてもね、ちょっとこのカラー入れて撮ってみようかな、これ。ものすごくいいと思いますね。多分ね、今3群4枚なんでダブルガウス型じゃないのかな。ちょっとはっきりは分からんですけど、バラしてないんではっきりは分からないんですけども、もしね、ダブルガウス型だったらね、周差もそんなに大したことない、カラー周差も色周差も大したことないでしょうし、いい描写になるはずです。まあ使い勝手なんですけどね、随分ね、その
さっきも評価したこいつに比べたら向上してます。こいつはねもうねあの蓋を外す方式なんですね。この底のネジを緩めてこれもね裏蓋を外す方式なんですけども、あのこの方式にするとね光線漏れした時とかにね場所が突き止めにくいんですよね。で 35E はねこのノブを引っ張り上げるとまあ裏蓋が開くというね、ごくごく一般的なものになりますね。もうあの中見てもらったら分かるけども工芸品のような美しさです。で一応ねあのここにモルトはついてますけど他はモルトってないみたいですね。結構ねあの蓋がね深く掘り込まれてて光線漏れを防止する構造にはなってるみたいです。で本機のね最大の特徴なんですけどよいしょ閉まんねえよいしょあった、本機の最大の特徴はこれです。これセレンコの最高窓ですね。日本で初めてね、露出系を搭載したカメラになるようです。で、この僕が持っているオリンパスワイド E は、もうすでにね、セレン露出系は死んじゃってて、動いてないんですけどね。まあ、山間露出でね、僕が撮れるんで露出系いらない人なんで、特に必要ないんですけども、露出系がね、どうしてもね、欲しいっていうね、方はね、露出系が動いてることを確認して、購入すればね、現代的な使い方ができるとは思います。で、その使い勝手の他なんですけども、シャッタースピードダイヤルはね、このレンズの根っこにあって回しやすいんですけど、絞りのね、ダイヤルがね、この一番先端なんですね。でね、これ横から見ないと絞り値が見えないんです。これ非常に分かりにくいです。ピントリングと共用になってるんですけども、ピントを合わせる前に、絞り値を調整した方がいいですね。で、レンジファインダー式ではないです。目測式になります。目測ピント合わせになるんですけども、これ上昇点マークが2つありますね。最短撮影距離はね、0.6 になるのかな。結構寄れるんですね。0.6 で、1個目の上昇点マークが2メートル、2個目の上昇点マークが5メートルに設定されてありますね。で、被写界深度とかを考えて、これで調整していくんでしょうけども、2メートルの時だと、F5.6 で3メートルから 1.25 メートル、これで上昇点か。で5メートルの時だと、2.5 メートルから無限 2.5 メートル、2個目の上昇点だと 2.5 メートルから無限遠までがピント画面です。これ F8 の時ですけどね、F8 の時にそれだけの範囲で、ピントが合うようです。35mm っていうね画角、スナップ写真には非常に向いておりますし、軽くはないんですけどね、決して軽くはない、全金属製でね軽くはないんですけども、そんなにでかくはないんで負担にはならないんですね。僕のねこの、オリンパスワイド E はこれ針側はねちょっと自分で貼り直したものになります。裏側がねこれオリジナルの針側なんですけど、これとそっくりの針側がなくても仕方なくこれにしてますけど、針側はねなかなか売ってるところも少ないですしね、似てるやつを探すのも難しいんでね、針側が傷んでる古いカメラはね自分なりにね、カラフルな色にして可愛くするのもいいだろうし、まあ、いろんな考え方がありますけど、まあ、とりあえず僕は100均に売ってたんで、100均に合皮の革が売ってたんでね、それで、やってますけどね。今日のカメラ紹介はこんな感じです。昭和ね、32年、63年も前に発売されたカメラで、目測ピント合わせではありますけども、スナップ写真を撮り歩くのにはね十分なポテンシャルを持ってるんで、興味がある方はね一度使ってみたらいいと思います。でそんなに高くないですし、ちょっとメーカーいじれる人だったらねシャッターがね固着してても簡単に分解できるみたいですね。構造が簡単なんでレンズも簡単に、前玉から分解していきますけども、ま、前玉回転式なんでね組み方を間違えるとピントが合わなくなっちゃうんで、撮影しながらね、無限遠に固定してそれを撮影してとか、バラす段階でね写真を撮りながら、バラしていくといいかもしれないですね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じです。次は、視聴者様の作品紹介になってまいります。
はい、視聴者様の作品紹介ですね。トップバッターは野良旅人さん、2枚、タイトルはね、1枚目が花摘み、2枚目がね、初夏だよりということで、カメラね、ミノルタ AFS、コダックゴールド200、で撮られております。で、写真なんですけど、これ1枚目ね、雑草がね、ちょっと生えてるんですよ。これなんて草だったか忘れたけど、それに猫のね、壁に描いてある絵が、猫がね、花を摘んでるように見えるっていうことでね、撮られてるんですね。これ見事だと思うんですけど、ちょっと、アンダーですね。っていうか、だいぶアンダーですね。これ、2段近くアンダー、2段以上かもしれないね。こんだけになると。2枚目はね、窓から見える景色をね、切り取ってるっていう感じなんですけども、これね、内蔵フラッシュを焚いて、室内のアンダーを抑えてありますね。これなかなか見事な写真だったと思う。面白い写真ですね、これね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次がね、クスクスくんさん。でね、3枚、組写真ですね。タイトルがね、札所巡礼。カメラがソニー α7II。レンズがキャノンニュー FD50mmF2。A モードで撮影ということで、これ実絞り AE で撮影されておりますね。1枚目はいいんですけど、2枚目ちょっと惜しいですね。これ、手前のね、案内板ですか、この子供のイラストの案内板が完全にアンダーになってしまうんで、これ、もう1段ぐらい開けた方が良かったかもしれんですね。ただ、デジタルなんでね、あんまり開けると、なんだっけ、ダイナミックレンジか、カラーネガほどダイナミックレンジは広くないんで、後ろが飛んでしまいますけどね。3枚目はね、これ何だっけ、農系書って書いて、なんて読むんだったっけ、忘れたけど、その中を猫が覗いてるっていうね、これ可愛らしい写真になっております。なかなかね、いい感じですね、これね。巡礼中のね、道しるべがなぜか空中にあるっていうね、1枚目ね、これ。1枚なぜ空中にあるんでしょうね、これで、ね、ぶら下げてあるっていうね、面白い組写真になります。はい、クスクスくんさん、ありがとうございます。次がね、和賀さんの作品、タイトルがね、アジサイ星人か、ソニー α700、シグマ 90mmF2.8 マクロということですね。被写体に小指半分ぐらいの大きさで、自分の体も、揺れるので、マニュアルフォーカスでのピント合わせが大変でしたということですね。これマクロで撮ってあるんですけど、ものすごくね、色彩が良くて綺麗な写真ですけど、僕個人的にはもうちょっと絞ってもいいかなって気はします。ちょっと甘すぎるような気がしますけども、まあ、これだいぶ近距離で撮ってるから難しいとこですね。絞ってもこれ以上はシャープにならないかな。できればね、手前のアジサイの花びらまでピントを合わせたかったところではありますけど、色彩は素晴らしいですね、これね。はい、和賀さん、ありがとうございます。次、サムライジャパンさんの、作品。タイトルがね、初夏の滝ってことで、ちょっとカメラとかのね、スペックは全く書いてないんですけども、スクエアの写真なんで、おそらくはね、二眼レフか、ブローニーの作品になるでしょうね。まあ、クオリティもね、ブローニーの作品だと思います。これかなりのシャープ、滝にね、光が当たってね、その水面に反射して、これ素晴らしい作品になってますね。相変わらずね、サムライジャパンさん、光の使い方がうまいです。これ、どんな感じで撮ったんでしょうね。その、札幌近郊の皆が知ってる滝ですけど、有名な場所なんでしょうけどもね。はい、素晴らしい作品、ありがとうございます。最後になりますかね、池さんの作品、久しぶりの投稿ですということですね。タイトルはないんですけども、カメラミノルタ SR505、レンズが MC6コール、PF50mmF1.4、フォマパン100で撮られているということで、久しぶりの投稿です。3月に落札してようやく試し撮りしました。先日フィルム現像でアドバイスいただき、今回はうまく仕上がった気がしますということですね。フォマパンってね、結構ね、ザラザラの粒子が出るっていうイメージがあるんですけど、これ綺麗に現像できてますね。これなかなかいい現像ができてると思います。写真もね、シャープに撮れておりますし、いい感じですね。
まだどんどんね撮って送ってください。池さんありがとうございます。今日のね作品紹介は、こんな感じになりますね。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラ、佐賀 B28 名古屋さんの、投稿ですね。お仕事お疲れ様です。佐賀 B28 名古屋さんですね。俺のカメラへの、投稿3回目は、ゼンザブロニカ ETRS 中盤一眼レフカメラです。とはいうもののこのカメラ現在手元にないため俺のカメラだったになってしまいます。実はこのカメラジャンクで手に入れた直後職場が倒産、給料が滞ったため修理する間もなく手放すことになりました。外注で取り預けだったかなってことですけど、これね結構ジャンクにしてはねなかなかね程度がいい感じですよね。これシャッターが切れなかったのかな。まあメカフルメカカメラですから分解したら治ると思うんですよね。これねいいカメラですしね、残念でしたね。そのタイミングが悪かったというか、まあ、時代でね、今もコロナ不況で、どんどん会社が倒産ね、したりしてて、うちの会社も結構ね、危ない、まあ、倒産までいかないだろうけど、結構苦しんでおりますけどね、物流会社もね、荷物がない荷物がないって言って、みんな結構ヒーヒー言ってますね。仕事がね、みんな止まっちゃってるんでね。はい、今日の動画はこんな感じなんですけども、ね、またね、すごいカメラを落札しました。果たして動くかどうか知らないんですけど、ジャンクなんで。まあその様子はね、ツイッターとかで、流してますんでね。ツイッターのアカウントは、中年オタッキーと中年オタッキー2になります。ツイッター検索したらね、すぐに分かると思います。で、本アカとサブアカで、投稿する DM の内容を分けておりますので、まあ、その辺はね、作品投稿される方とかは、YouTube の、僕の YouTube のチャンネルの概要欄にね、ルールを記載しておりますので、ツイッターをね、フォローしていただくと、僕のね、通常の、仕事の流れとかもツイートしてますし、ヤフーオークションでね、カメラをゲットしたとかの情報も、見ることができますんでね、もしよろしかったらね、ツイッターのアカウントフォローしていただければと思います。まあ、フォローしていただいたらね、自動的にフォローバックするようにしてます。気がつかないとき、流れちゃって気がつかないときもあるんですけどね。はい、で、ここまで見ていただきね、ありがとうございました。いつも言ってますけど、皆様のね、高評価、コメントにこの動画支えられております。高評価ね、もう今すぐ高評価、いいと思ったら押してくださいね。で、コメントもね、何か感じたらコメントいただければと思います。で、この辺にね、チャンネル登録ボタンが出てきますんで、チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。他にもね、リンクとか出てきますんでね、お暇な方はお付き合いくださいませ。そんなわけで、今週の動画はこれで終わりです。来週はね、開封動画が2発来るかもしれないし、フィルム取り上がってるやつもいっぱいあるんで、もうどうしようかなと思ってますけど、まあ、適当に、気が向いた内容でやっていこうと思います。はい、それでは次の動画までまたしばらくお待ちくださいませ。ごきげんよう、さよなら。